あと、陳朝は、現在のベトナム北部を支配した王朝。怖さを恐れと、同様、三代八年の短命王朝であり、歴代皇帝のすべてが区物でしかなく、王朝自体も支配力の弱い亡命政権の体が、強かった。1400年、陳朝は、重心の古希に散脱されて滅びた。古希は、諸改革を断行して、国政を固めたが、 三脱と粛清を繰り返していたために、国内では反対者も多かった。さらに、民の英楽三角が安南への南下政策を推し進めるにあたり、慎長の復権とその一族の福意を求めると、国旗はこれを拒絶。英楽三角は1407年に大軍を安南に侵攻させ、国旗は多くの進化に離反されて捕らえられて殺され、大恐れは滅びた。以後、安南は、 民の直接支配に入る。民は安南に対して過酷な作手並びに過度な同化政策を強要したため、安南各地で明英の反乱が発生した。このような中で1407年10月、愛国者だった陳はじめもとは、陳朝の第九代皇帝、元州の次男だった陳を名手として、ボワタシで放棄した。陳は帝国を称して即位した。これが後、 新朝の起源である。官邸帝は、反米勢力を結集して、民に抵抗したが、民軍の圧倒的兵力、物量などもあって苦戦した。1408年始め、おさむやすに向けて進軍し、これに化け衆の投質と、以前に、マスハナの管理であった、原慶心がこうした。12月に大越軍は、補修止めの船着き場で、投質や原慶誠らの奮戦もあって4万の、 民軍を撃退したとされる。以来、官邸邸たちの名声は安南中に広がり、多くの人間が大越軍に投じた。しかし、補修止めでの戦勝の後、投室ら後進の実力を恐れた官邸邸は、現夢層の中傷の言葉を聞き入れて、投室と現慶神の二人を中殺したため、放棄は徐々に分裂していった。この暴挙に激怒した、東博氏や元慶。 こトらは、多くの軍と共に、お寒やすに入り、官邸邸の威いである、陳紀広ヒを行為につけた帝。聖火から馬ケ州へと移動し、官邸邸を上皇にして中枢から排除した。結局、官邸邸は民軍に捕らえられ、近僚に送られて処刑された。しかし、投室ら名称の死は痛手であった。1411年半ば、増援を受けた民軍は、 次第に攻勢を強めて聖画に進行を開始し、大越軍は巡火へと撤退した。1413年8月、巡火は民軍の攻撃を受け、大越軍は民軍の前に失産していった。茂光帝、東広氏玄敬ことは次々に捉らえられ、後期は失敗に終わった。これによって、大越軍は事実上壊滅し、後鎮長は一時滅亡した。 重光帝は、遠京に送られる途中、1414 14年に投げ水、して死んだという説もあるが、実際には、永楽帝によって処刑されたと見られている。その後、はじむりという英雄が1418年に、平定王を称して反民の兵を挙げた。1424年に、永楽帝が崩御したことにも助けられて民軍に、連戦連勝。では、 英楽帝崩御の翌年に、時代の後広島角が崩御し、高圧の乱が起こるなどの事情もあって、次第に安南支配は弱体化していき、1427年に、はじむりはついに民軍を安南からの撤兵に追い込んだ。こうして、安南の実質的支配者となった、はじむりは、会社の子で、芸州の老いを称していた、大きなを擁立して、自らは、裏で権力を握った。 1427年に天行三角網により安南国王に封じられた。ただしこれは王朝創設の時間稼ぎだったと考えられ、1428年に天行三角を殺害した、はじむりは後霊長を開き、後陳長は完全に滅んだ。官邸定鎮重光定つ鎮期、広武天行定鎮公共計、1407年から1409年、重光 1409年から1414 14年、転業、1426年から1428年、ありがとうございます。